令和4年4月24日本日は日曜日、登竜門カップです。よろしくお願いします。15時半からだいたい17時ぐらい、今日はちょっと人数少めなので早く終わるかと思いますが、ビギナーからミドルクラスまで対象の、お気軽なレースです。では A グループ予選第1ラウンド第1組、民主走ドライバーは森田選手、松田選手、森山選手、今村選手。A グループはナノーツーリンクラッシュ車両と、ノービスクラッシュ車両コンソーグループとなっております。実力に応じた組み分けを店長が行いましてレース実施しております。では参ります。登竜門カップ予選第1ラウンド第1組、3分間周回でスタートです。で A グループと B グループは、合同予選集計ですので、4台ずつでまた決勝レースを組み分けを行います。さあスタートしました。楽しそうでいいですね。さあトップは今村、あおっと2番でミスター、あの全部蹴散らして大丈夫なんで、森山さん何にも言いませんから、上手な人は全部を対応して避けてくれるんで。さあトップ今村、1台抜けてる展開、2番手森田、3番手松、4番手森山。さあレースの方は序盤の45秒が間もなく経過しようというところ、残り2分15秒です。トップ今村、2番手森田、3番手マセ、4番手森山。さあ序盤から綺麗なレース展開になりましたが、無理はしませんね。さあ残り2分です。落ち着いて、あ、例のあれですか。あー、なかなか厳しいですね。さあ残り1分45秒です。さあトップ今村変わらず、2番手に、森田、3番手マセ、ちょっと森山選手がマシントラブル。当たった後になったのか、なったから当たったのか、どちらかでした。当たってからか、レシーバーかもしれないですね。レシーバーの接触不良でそういうこともあるかもですね。さあトップ今村選手、白いマシーン、レース序盤から単独逃げております。後方2番手3番手は森田選手、松江選手はナロースリングラッシュ車両、4番手の森山選手は少しマシントラブルで遅れました。レースは残り、50秒ですね。3分間周回です。2分が経過いたしました。登竜門カップ予選第1ラウンド第、A 組ですね。 A 組現在トップ走行がストレート走る白いマシン、今村選手。後方2番手森田選手は 3.3 秒後方、4番手に増田選手は 2.3 秒後。おっと、さあトップ少し抜かった。レースは残り30秒です。残り30秒。さあしかし依然トップ今村、2番手森田選手の距離は 2.5 秒差。同じく 2.5 秒で増田選手は3番手、4番手には遅れて森山選手。残り時間まもなく12秒です。残り12秒。さあトップ今村選手がこれでファイナルラップに入っていく。16ラップ目。さあ森田選手もう一周、さあ松井選手届いてもう一周、ここで3分経過。まずは森山選手ゴール、今村選手ゴール。レース続行中です。レース続行中、ドライバーの方動かないでくださいね。はい、電車ゴールです。今村選手16ラップ3分4秒57。森山さん、あのレシーバーってこうつけたり外したりとかってチェックしますか？レシーバーかもしれない。レシーバーの一瞬断線で、おかしなのかもしれない。一遍ちょっとチェックしてもらって。さあ、登竜門カップ予選第1ラウンド A グループ終了しまして、はい、B グループの方、操縦台くじ引き手を決めいただきましたら、ウォーミングアップランご走行ください。はい、では横一列スターティングリッドを並びください。A グループと B グループは予選合流となります。
ちなみに先ほどトップゴール今村選手が16ラップの3分4秒でした。はい、スターティングマーシャルありがとうございます。それでは参ります。ストーリームカップ予選第1ラウンド B グループ3分間周回です。スタートです。スタート10秒前。さあスタートしました。いいスタートを切ったのはしかし当たっていった。スタート良かったです。でさあここからもう潰れたコースさあトップは堀田選手、2番手玉木選手、3番手木村選手、4番手白坂選手の序盤レースオーダーとなりました。はい、じゃあ転倒回してお願いします。そうでさあここからさあトップ堀田、2番手木村、テルツノーズ、さあ3番手は千代坂、4番手玉岡、さあこれでトップ入れ替わった。トップは木村、グレーのホンダ HSV、 後方を追います。青白のマシンが堀田選手、3番手千代坂選手の白赤のマシン、4番手白い FC が玉岸選手。さあレースは残り2分です。序盤の1分が経過いたしました。東竜門カップ予選第1ラウンド B グループ、さあ3番4番が近いテルツノーズ、レースの方は残り1分40秒です。トップ木村選手がじりじりとリードを奪う展開、2番手堀田選手は後方2秒、そして 2.8 秒後方に3番手グループ、さあ塩坂玉吉がテルツノーズ 0.2 秒差、レース残り間は1分、あっとクラッシュ。さあ残り1分20秒です。レースは残り1分20秒。さあこれで3番手入れ替わって玉吉3番手4番手塩坂、さあトップ木村このまま逃げ切れるか。さあ2位が堀田、おっと少しミスがあったが、これで3番手玉吉が後方 1.2 秒で迫ってきている。さあ同じく 1.5 秒で塩坂4番手、残り60秒。さあレースは残り1分です。残り1分。さあラスト1分、トップ木村予想周回は16ラップが点灯しております。さあちょっとクラッションが響いたか、塩坂が遅れたか。トップ木村、2番手堀田、3番手玉木、4番手塩坂のレースオーダー、残り時間は35秒ですね。残り35秒。さあトップ木村がいいペースだ。さあレースは残り30秒。残り間もなく15秒。さあ堀田玉吉の2番3番争いが近い。さあここで残り10秒。トップ木村が何事もなければ16ラップ入る。さあファイナルラップ、さあ塩坂ゴール、さあゴールゴール、レース続行中です。レース続行中、ドライバー置かないでくださいね。レース続行中です。はい、選手ゴールデントップから木村選手16ラップ3分11秒38。おお、さあ3暫定惜しくも4番手ですか。木村選手トップゴールです。はい、では AB の1回目、集計出まして、はい C グループぼちぼち連投の方もおられますんでね、とりあえずプロポの補充を間違えないように。はい、続きまして C グループ。C グループは GP6 クラス車両で争われます。堀田選手、塩坂選手、玉岡選手、店長ご準備ください。はい、ありがとうございます。では参ります。ストーリームモーカップ予選第1ラウンド C グループ3分間周回です。スタートです。スタート10秒前。
トップ玉吉、2位塩坂、3位堀田、4位が店長かな。お店長どういうことだ。玉吉、堀田、店長、塩坂。さ、残りが2分。残り2分。トップ玉、あ、玉吉が見せた。これ1位、あ、トップだ。さあ、これでトップは、お、トップ店長。お、でも塩坂早いぞ。お、堀田が早い。さあ、1位店長、2位堀田、3位玉吉、4位塩坂。さあ、残り1分30秒。玉吉ちょっとミスが目立ってきた。さあ、逃げる店長、大堀田。さあ、その差は近いぞ。0.28。さあ、どこで仕掛ける？はい、玉吉はちょっと離れてしまった。ああ、ストレートはちょっと堀田の方が伸びるか。さあ、残り間もなく1分になります。残り60秒。さあ、1位店長。あー、ホッタミス。でかい、これは痛い。そして、玉吉が追いついてきたか。さあ、残りは50秒切った。さあ、1位店長、2位ホッタの差は 1.3 秒。その後ろ、玉吉。近いぞ。さあ、残りが間もなく30秒になろうかというところ。さあ、ただ1、2、3、あー、たくさん玉吉がやってしまった。さあ、1位、2位は近づいているぞ。その差は約1秒。さあ、ただ残り時間は約20秒。さあ、追いつけるか。さあ、残りが間もなく10秒になります。もう一周入るのかな。入った、入った、入った。はい、もう一周ですね。あー、堀田やらかした。アウト。塩坂さんもやっちゃった。はい、ゴール。塩坂さんゴール。さあ、これで店長、玉吉。さあ、まだレース中ですよ。はい、全車ゴールです。ではインターバル5分間です。5分後、予選第2ラウンド行います。はい、では登竜門カップ予選第2ラウンド、ご準備ください。 A グループ出走ドライバーは森田選手、増田選手、森山選手、今村選手、ご準備ください。 OK、 じゃああとは1ミリも当たらずいきましょう。AB のボーダーは、あ、なんか全然ちゃうとこにGP6 まで入ってしもてんのか、これ。AB ボーダーが木村さん16ラップ、あ、まあ16ラップね、16ラップ入らなければ後半戦の決勝には入りません。では参ります。トリモンカップ予選第2ラウンド A グループ3分間周回です。スタートです。スタート10秒前。目指せ16ラップ。さあ、スタートしました。お、いい感じで流れた。今村トップ、2番手森山。おっと、さあ、これでトップで勝った。さあ、トップ森山。しかし、森山選手はサーボに爆弾を抱えているが、さあ、それを物損もせず、アグレッシブなドライビング。トップ森山。あ、ごめん、やり直し。やり直しですわ。やり直し、やり直し。どんまい。どんまい、どんまい。
そうは問屋がおろさないですよ。そんな綺麗なレースさせませんよ。綺麗なレースになったら何回もやり直ししますから。はい、では参ります。予選第2ラウンド A グループ再スタートです。スタート10秒前。今が森山さんのピークやったかもしれない。さあ、早めのスタッシングシャル。どんまい。こっから。これで森山さんの壊れてたら再スタートするから。あ、OK、動いた。こっから。レースはこっから。さあ、トップ今村、2番手マセ、3番手森田、4番手森山。さあ、全体流れる列車会になりました。トップ今村、現在最終コーナーからストレート、後方マセ、森田、森山の順。さあ、全車いいペースをキープしている。危ない、大丈夫。おっと、ちょっとクラッシュが目立ってきたか。これで2番手マセ、3番手森田が距離縮まって 0.4 秒差。残り2分。さあ、レースは残り2分です。序盤の1分が経過いたしました。トップ今村、2番手マセ、3番手森田が近い。4番手に森山。レース残り時間は1分45秒です。おっと、さあトップ引っかかっている。さあ、今村選手がこれで2位との距離は1秒切って 0.9 秒差。さあ、3番手森田も候補1秒、森山も迫ってきて2秒候補。さあ、これで中盤レース展開分からなくなりましたが、折り返し、あっと、さあ2番手ミスだった。これでマッセ森田が 0.2 秒差。さあ、レースは折り返しに過ぎまして、残り1分20秒です。残り1分20秒。さあ、トップ今村、2番手マッセ、3番手森田、4番手森山。さあ、クラッシュあって、さあ抜けた。さあ、これで森山が2番手に浮上。さあ、トップ今村、2番手森山、3番手森田、4番手マセ。残り60秒。さあ、レースは残り1分。あっと、危ない。さあ、2番手森田、3番手森山、4番手マセの順、2、3、4。さあ、その間にトップ今村が逃げる。レース残り時間は45秒です。残り45秒。まずはね、タイム残していきましょう。このままいけば16ラップペースですから。さあ、レースの方は残り30秒です。残り30秒。さっきほどは16ラップ3分11秒足りますから。あっと、さあ、マッセ選手が引っかかった。残り時間は間もなく15秒です。残り10秒。さあ、もう一周入った。さあ、入った。さあ、あとは16ラップのどこで帰ってくるか。マセ選手ゴール。さあ、今村選手トップゴール。更新ならずね。ゴールの、はい、電車ゴールです。トップゴールは今村選手、16ラップ3分5秒55。さあ、 A グループ第2ラウンドまで終了しまして、続きまして B グループご準備ください。さあ、森山選手が3番手タイムをマークしました。続きまして B グループ出走ドライバーは塩坂選手、堀田選手、玉木選手、木村選手、以上4台走行。操縦台くじ引きにてお決めいただきましたら、ウォーミングアップランご走行ください。はい、スターティングマーシャルありがとうございます。では参ります。登竜門カップ予選第2ラウンド B グループ3分間周回でスタートです。スタート10秒前。さあ、スタートしました。
さあちょっとごちゃごちゃっとしたところ、トップ木村が抜けてきた。さあ2番手玉木、3番手塩坂、4番手堀田。さあ序盤レースが流れる展開となったが、トップ木村非常にいいペース。あ、マシントラブル、なんかしてます、セロテープか。さあ残り時間2分10秒です。さあ残り2分です。1分経過。まあまあ予選は予選ですんで、また決勝までチェックしましょう。さあトップ木村、2番手玉吉、ひどい。さあ残り時間1分15秒です。さあ3分回収から半分が経過いたしました。トップ木村、2番手玉吉、ここは 1.3 秒差。塩坂が3番手、4番手堀田が少しマシントラブルか。残り60秒。さあレースは残り1分です。残り1分。さあ残り時間45秒です。さあトップ木村選手がいいペースが出ている。残り30秒。残りは15秒。さあトップ木村16ラップ走りそうだ。残り10秒のコール、やってもた。さあ入った。さあここで3分経過。まず玉木選手ゴール、ゴール。レッドコーチです、レッドコーチ。はい、停車ゴールです。トップゴールは木村選手、16ラップ3分9秒37。はい、では AB の行動結果出まして、お、木村さんが3番タイム出ましたね。はい、では続きましてご準備できた C グループ出走ドライバーは堀田選手、塩坂選手、玉岡選手、店長。C グループは GP6 クラスで争われます。はい、参りましょう。登竜門カップ予選第2ラウンド C グループ3分間周回レーススタートです。スタート10秒前。僕実況するんですか。堀田の実況聞いとこは。実況したことあったっけ。そういうことさあトップで帰ってきたのは玉吉選手に塩坂選手、店長の順番です。さあ3位4位争いが激しい。ああちょっとミスが出て各社、そうですね、1秒から2秒ほど、の感覚があるようです。さあ間もなく1分が経過します。残り2分です。残り2分。
さあ1位の玉木選手、2位店長の差が 2.4 秒、2位店長と3位塩坂選手の差が 2.5 秒となっております。さあ3位4位争いが近づいてきましたが、ちょっとここでミス。玉木選手が会長にラップを重ねております。残り1分10、あ、少しミスが出た。残り1分。さあ近いところは3位4位争いですね。塩坂選手、堀田選手の差が 1.9 秒となっております。あ、玉木選手が転倒。これで店長が近づいてきて、さあタイム差がここでコンマ5秒となっております。残り30秒。残り10秒です。さあこれは店長2位を守りきれるのか。おっと、タイムアップ。これはガーゴールです。さあ玉木選手ゴール。さあ店長がここで、おっと、電車ゴールです。はい、じゃあ5分後決勝です。1、2、決勝1組、2組、プリントアウト出ておりますのでご確認くださいね。 C グループは3、第3組ね、決勝。はい、では決勝レース5分後です。はい、登竜門カップ、続きまして決勝レースを行います。第1グループ、松瀬選手、堀田選手、玉木選手、塩坂選手、ご準備ください。決勝レースは6分ね、6分で。はい、よろしいですか。では3番グリッドからです。3番グリッド、増瀬選手、4番グリッド、堀田選手、5番グリッド、玉木選手、6番グリッド、塩坂選手、スターティンググリッドにお付きください。決勝第1グループはナローツーリンクラッシャー寮が増瀬選手のみ、その他塩坂選手、堀田選手、玉木選手はノービスクラッシャー寮と。ミスらずいけば後半追いつけますからね。さあファイナルチャンプのナローにノービスがどこまで迫れるか。では6分間スタートです。スタート10秒前。さあスタートしました。登竜門カップ決勝第1グループ6分間周回レース。落ち着いてレースはここから見たことないこけ方しましたけど。さあトップはマセ、2番手塩坂、3番手堀田、4番手玉吉。落ち着いて、ここからね、ここからもうゆっくりでもいいのでミスなく変えていきましょう。絡めば絡むほどマセさんが喜びますから。みんなマセさん喜ばすの好きやな。一生やり合ってたやねんな、もう。さあトップマセ、お、2番手玉吉が抜け出てきた。3番手塩坂、4番手堀田。そのゆっくりめに行っても追いつきますから、まだあと5分あるんです。落ち着いて。さあトップマセ、2番手玉吉、お、ちょっとペースを掴んできたか。さあトップマセ、2番手玉吉の距離がこの周で 3.2 秒。3番手堀田、4番手塩坂、ここがテルクノーザ。
さあトップ松井選手が現在最終コーナーからストレート1コーナーに入っていく。カストロールからのトヨタ GR スープラ、それを追います2番手。さあロータリーロケット玉木選手、マツダ RX7 がさあ一気に差を詰めてきた。さあ3番手争いは清坂堀田テルトノーズ、さあ熱いバトルとなっている。現在ストレート2台が3番4番、その後ろにはトップマセ。さあ玉吉がぐいぐい迫ってきている。玉吉選手のナンバー付きやけど多分800馬力ぐらい出てますねスープラがあの感じやったら。さあレースの方は残り3分40秒です。まもなく折り返、おっとさあちょっと危なかったが、危ない危ない。さあマセ選手に玉吉選手が襲いかかる。さあレースは残り3分20秒、あ6分間周回です。まもなく半分が見えようかというところ。おわーさあさあトップの周、さあ入れ替わった。さあこれで玉吉トップに立った。あ前職のマツダ RX7 トップ玉吉、2番手マセ、3番手塩坂、4番手堀田。さあちょっとラップマーカーが入り乱れて順位の方が分かりにくくなっておりますが、現在2コーナー3コーナー電子色の白いマシンマツダ RX7 FC3S 玉木選手が現在トップ走行、2番手マセ選手がその後方 2.4 秒、3番手争いが塩坂選手が白地に赤い模様の入ったマシン、4番手堀田選手が青白のマシン。さあ各ポジションごとになかなか予断を許さないレース展開になっておりますが、さあトップ玉吉これで前クリアだ。2番手マセ選手が後方 3.1 秒差。さあそして3番手争いも熾烈になっている。塩坂3番手、4番手堀田。さあここも同一中海ライバル対決か。さあレースは残りまもなく2分ですね。6分間周回レース、4分が経過いたします。さあ玉吉このまま逃げ切れるか。2番手マセ選手の距離が 4.5 秒まで広がった。そして3番手塩坂、4番手堀田。さあここが距離が縮まってきて 1.1 秒差。いや塩坂ミス。さあこれで堀田が前に出た。堀田3番手浮上、4番手塩坂。さあしかし堀田ミス。さあこれで再び堀田塩坂距離が近い。レースの方は残り1分30秒です。残り1分30秒。さあトップ玉吉選手このまま逃げ切るか。さあ堀田塩坂一触即発テルツノーズ。レース残り時間1分20秒です。さあ玉吉マセ1番2番がこの周回で6秒以上の距離となっているか。あとはもうトップ玉吉はやらかさなければ逃げ切れる。残りは1分だ。残り1分、残り60秒。あ残り1分です。そしてワンラップながら、あーっと、さあマセ選手が3位争いに飲み込まれて、さあこれで玉吉が2位のマセ選手の背後まで来ている。残り40秒。あーミス。さあこれで玉吉が全車ラップをと。さあマセ選手はちょっとアクロバティックな転倒が出ましたが、残り30秒です。残り30秒。おっとさあ塩坂堀田が残り20秒で、さあ見た目の差、塩坂堀田テルトノーズレース残り12秒、ラスト2周でしょう。あとさあもう1周帰ってこれるか。レースは残り5秒。2-1のタイムアップ、ゴール、さあゴールゴール、はい選手はこれです。お疲れ様でした。トップ玉吉選手、2位マセ選手、3位塩坂選手でした。いや各ポジション熱かったですね。はいお疲れ様でした。続きまして第2グループの方ご準備ください。
第2グループ出走ドライバーは今村選手、森田選手、木村選手、森山選手。はい、では3番グリッドからスターティングリードをつください。3番グリッド今村選手、4番グリッド森田選手、5番グリッド木村選手、6番グリッド森山選手。はい、スターティングマーシャルありがとうございます。では参ります。東龍門カップ決勝第2グループ6分間周回レーススタートです。スタート10秒前。スタートしました。いいですね、序盤流れますね。さあトップ今村、2番手森田、3番手木村、4番手森山。素晴らしい。おっと、さあトップ、おっと一気に木村がジャンプアップ、しかし行き過ぎる。ある、そういうことよくある。さあトップ木村キープ、2番手森山、3番手森田、4番手今村。さあトップチャンスをものにして木村が走行しております。2番手森山後方 0.2 秒、3番手にナローの森田、4番手今村。いいですね、残り5分です。序盤で1分経過、残り5分です。トップ木村、2番手森山、3番手森田、4番手今村の順。さあこのままキープしていきましょう。レースは残り4分40秒です。さあ4台きれいに流れております。落ち着いて、うまい。めっちゃいい感じですね。残り4分15、ね、順位を見たまんまなんで、木村、森山、森田、今村の順、もう残り時間だけ言えばいいだけ。落ち着いて、ここね、乱れそうな時に一旦気持ちをつけて。さあ残り4分です、残り4分。素晴らしいですね。さあ残り3分40秒、残り3分40秒。さあ合わせて合わせて、いいですね、残り3分25。トップ木村、2番手森山、3番手森田、4番手今村。素晴らしい。さあ集中集中、残り3分となります。残り3分、素晴らしい集中、残り2分45。まだ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 落ち着いて、焦る段階ではない。残り2分30秒、素晴らしいですね。おっと、ここ集中。さあ当たり負けしてしまった。こっからね、こっから崩れやすいんで、レース展開が。これキープできるか。トップ木村、2番手森山、3番手今村、4番手森田。さあ残り2分、さあ3分の2が経過いたしまして、さあミスター、さあトップデカリ、森山トップ、2番手木村、3番手今村、4番手森田。
さあ残り時間、おっと、さあ今村ミス終わったか。さあこれでトップ森山、2番手木村のトップグループ、3番手今村、4番手森田。レース残り時間は1分20秒です。残り1分20秒。さあ中盤から後半戦、最後、この最後大切にいきましょう。残りは1分10秒です。残り1分10秒。あっと木村がミス。さあこれでポジションはキープですね。2番手キープ。おっと森田もミス。これでトップ森山がラスト1分、ラスト1分で2位との距離は 2.5 秒アドバンテージ。さあそして2位争いはセールズノーズのあった木村、今村順、4番手になろうの森田。さあレースの方は残り45秒切りまして、残り40秒。さあ森山このまま逃げ切れるか。2番手木村は変わらず 2.4 秒、すぐ後ろに3番手今村。レースは残り30秒。残り30秒。さあ注目2位争い、残り20秒。さあ緊張の2位争いがもうじりじりとトップとの距離を詰めてきているか。しかしレースは残り10秒、おそらくファイナルラップ。いやもう一度入るか、どうだ、ギリギリのところ。あ、タイムアップ。おお、レース走中、レース走中。はい、森田選手もナイスファイト、お疲れ様でした。トップゴール森山選手に木村選手さん、今村選手でした。もうね、ワンミスで寝なくレースでしたね。ナイスレースでした、お疲れ様でした。では最終決勝レース第3組ご準備ください。第3組は GP6 クラス、4分レースで行います。まあ、ウォーミングアップランいいですか、タミキッソン。はい、じゃあ3番グリッドからスターティングリードをください。3番グリッド玉木選手、4番グリッド山口店長、5番グリッド堀田選手、6番グリッド塩坂選手。懐いてますね、懐かれてますね。はい、では参ります。トーリングモンカップ決勝第3グループ4分間周回レーススタートです。スタート10秒前。ちょっと後方でクラッシュしておりますが、さあトップ玉吉こけて店長、2位玉吉、玉吉速い。さあ3位は今現在塩坂、4位が堀田。さあ1位2の差は 0.5 秒、3位4位も近い。あーっと玉吉ミス、これ店長が逃げてしまうぞ。あーっと玉吉転倒、一気に最後尾。さあ残りタイムは間もなく3分。玉吉がまた玉吉持っている。さあトップ店長、2位これで塩坂、3位堀田、4位玉吉。さあ1位2位の差は現在 3.3 秒。あっと堀田が見つけてしまった。お、玉吉が来たぞ。さあこれで3番4番が近くなったと思ったら玉吉こけた。セーフこれでちょっとばらけた。さあ1位店長、2位塩坂、これ帰ってきて 4.7 秒まで広がった。さあ3位堀田、4位玉吉、ここは差が
あれなんかおかしいのかな、ちょっと読んでない、玉積みが一瞬抜けてる。さあ、ただ、掘った玉吉を持てるクノーズ。そして店長は悠々と1位を周回中。さあ、ここで2位、塩坂が帰ってきて、1位には 6.7 秒。3位、4位が近い。あ、店長が、お店長がジョーカーレーン。これ、店長が2位になった。もう月曜かもしれない。これ、1位、塩坂。2位、店長。3位、これで玉吉かな。で、4位が堀田。さあ、これ塩坂さんは店長を抑え切ることができるか。残り1分30秒。1分30秒耐えてください。玉吉来たか。玉吉が来たぞ。さあ、逃げる塩坂。追う店長。玉吉は転げる。4位、堀田。さあ、残りがもうすぐ1分となります。さあ、玉吉がこけまくっている。さあ、残り1分切った。さあ、1位塩坂、2位店長、その差は 0.48。 さあ、3位玉吉、4位堀田。さあ、残り40秒といったところ。さあ、あと40秒耐えられるか。おっとっとっと、危ない。おっ、棚吉も来たぞ。さあ、残り30秒、これいけるのか。さあ、これ前が3台絡めば堀田もわからないぞ。さあ、残りが間もなく10秒になります。さあ、タイムアップ。さあ、誰が一番最初にゴールするんだ。いけそう。はい、停車ゴールです。さあ、トップゴールは塩坂選手、2位店長、3位ホット選手、あ、そうか、玉木選手だ、ミスカウントね。はい、修正いたします。はい、以上にて本日東リモカップ終了です。お疲れ様でした。